こんにちは。こんにちは。こんにちは。認定 NPO 法人スマイリングホスピタルジャパン代表理事の松本恵里と。はい、まずはじゃあスマホジ、スマイリングホスピタルジャパンの公式キャラクターです。そしてスマホジを動かしているのが、はい、平沢ゆかりさん声優さんです。はい、平沢ゆかりです。はい、イエーイ。私たちは、病院で病気と闘っている子どもたちに、アート、参加型アートを届けています。ところが、コロナ禍になってしまって、病院訪問できません。今ですのでオンラインを使って、音楽だったりお話だったり大道芸だったりそういった活動を、届けています。はい、はい。で、MC としてね、うん、今あのZoom で、はい、配信してる時にスマホジともう一人ねエビフライピーコっていう相棒と一緒に MC をさせてもらってます。で毎回ねアーティストがゲストで来てくれるんですけど、うん、今日はなんとどんどん楽団のしおり団長と絵本専門誌の林智子さんが来てくれました。いいどうぞ。こんにちは。こんにちは。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあみんな覚えてくれたかな。スマホジです。エビフライピーコです。あ、すごい音楽が鳴った。すごいね。本当に楽しかった。あの智子さんのお話に合わせてね、しおり団長のあのピアノ の伴奏がとっても素晴らしくて本当に私もどんどん楽団に入りたくなりました。ぜひぜひ。あの何やるの？パーカッション？あの YouTube も見たんですけども本当楽しそうで本人たちが一番楽しんでるね。本当皆さんが自身がね楽しんでらっしゃるからもう何よりだなっていうふうに思いました。でそもそもさ、どんどん楽団さん林さんは、はい、スマイリングホスピタルジャパンをどうして知ったの？私も絵本を子どもたちに手渡すっていう実はあの仕事してるんですよ、うん、なので何かこうねいろんな子たちに届けたい、全ての子どもたちに絵本を届けたいっていう思いがずっとあって、うん、そうか、病院に行って絵本屋さんに行けない子どもたちもいるんだっていうことを知って、うん、ぜひ何かお手伝いできないかなと思って参加させていただきました。そうなの、ありがとうございます、はい。そして私読んでる時に音楽あったらいいなと思って団長を誘いました、はい、その通り智子さんから引き抜かれました。優秀なミュージシャンとして団長ちょっとついてきてって団長うどんが好きなんだっけ。団長はもううどんが好きでうどん好きすぎて今 手が腱鞘炎になって大事なピアノを弾く手が今日もね血抜きで弾きましたけど、はい、うどん打ちすぎて手が腱鞘炎なんかね直接まだ病院には行けてないんですけどオンライン越しに子どもさんたちがすごく楽しそうにしてくれるのが嬉しくて、ね、今日は折り紙もあったりして、うん、お話を聞いてもらうだけではなくて、うん、実際に手を動かして何か作業をするっていうことも盛り込んでくださって、これはスマイリングスタージャパンの本当コンセプトにぴったりで、あのただ見てもらうとか聞いてもらうっていう劇場型のアートではなくて参加型であること、あくまでも主役は子ども、ね、アーティストたちは、ファシリテーターにするというところをすごくあのしっかりと分かってくださっていて素晴らしい活動だけど、そのお話とか絵本の素晴らしさ、うん、私たち大人が聞いてても改めてすごいなっていうふうに思いました、うんうん、一緒に活動してて楽しかったです。楽しい。おじちゃんとも仲良しだよね。そうだよね。そのうち今日は折り紙上手だったね。でしょ。そうだからベッドで寝ながらでもね手を動かしてくれてすごく嬉しかったです。みんながね作った作品をね一緒に見ながらね、あーかわいいとか色がいいねとか言いながら会話したりとかしてね、とっても楽しい活動でした、はい、子供たちのねこの反応とか笑顔をね紹介したいんだけどなかなかねそこはちょっと紹介できないところが、個人情報あるしね。残念ですけど。そうなんですよ。できる時が来たらまた、はい、ちょっとお見せできる時もあるかもしれません、楽しみだね、はい、うん、ところで今まで活動を2回してくださってます。オンライン活動から始めて、うん、どんなことが印象に残ったとか。
いや本当に子どもさんたちの反応っていうのがカメラ越しにでも見えると、うん、あ伝わってるっていうのがすごくなんか励みになりますね、うんうんうん、そうだ ね、もう今日一人の子が最後っていうか中盤ぐらいまでずっとちょっとね目が涙目だった子がニコって笑った瞬間があって、うん、その時にやっぱりやっててよかったというか、うんみんな最後見せてくれたもん ね、 できたって画面越しにちゃんと見せてくれたからよかったなって思います 、みんな治療してたりとかねなんか辛い中でも一生懸命参加して楽しい時間を一緒に過ごしてね一時だけでもね一緒に楽しく過ごせたのが本当に良かったです本当に、ね、毎日の治療を受ける民生活の中でそうやってねちょっとでもこう楽しい時間があって、うんうん治療を乗り越えられたっていうね、うんうんうん、自信にしてほしいなっていう、ね、そうですね思います。そんなことに私たちがね少しでも力になれたらなぁ少しでも力になれたら、はい、今日の活動も本当にいい活動でした、はい、本当に何度言って何度思い出しても楽しかったですよかったに言ってしまいましたありがとうございました。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。そんな感じでバイバーイバイバーイ感じです毛が3本あ、そうですね、ここ多分ね、通らないと思うので、どんどん楽団です。はい、はい、なんとなく雰囲気を撮らせてもらってっていう。かぶりかぶかぶなんですけど。